はい、こんにちは。ビザラボです。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。今日はですね、アフリカの南部にある南アフリカの話していこうと思ってます。よろしくお願いします。南アフリカなんですけれども、日本は、北半球ですけれども、南アフリカは、南半球ですよね。だから季節が、夏と冬は逆になるんですけどもね。で、ちょっといくつか、国土も広いのでね、随分気候帯も違っているみたいなんですけれども、アフリカの大陸の南端、一番南側ですね。で、地域によって気候がやっぱり大きく変わってるみたいなんですよね。で、面積は日本の約 3.2 倍ぐらいなので、結構土地あるかなっていう感じするんですけれども、で、南半球なので、こちらの東からの風が吹くっていう気候になるらしいんですけれども、で、東から風が吹いて、西側に抜けるっていう。で、真ん中のところに大地があるんですよね。今ここのね、緑色のところで塗ったところあるんですけれども、これ南アフリカの全体なんですけれどもね、この南アフリカの内陸の方については、1000メートルから1500メートルぐらいかなの大地になっているということですね。で、ここの部分ちょっと別のね、国らしいんですけどね。この別の国はもうちょっと標高が高くて、結構ね、山の上の方みたいなんですけども、それ以外のところの内陸の方っていうのは全部こう大地になっていて、標高1000メートルぐらいの高い土地になっているということなんですね。で、それがこの国の気候に影響しているということなので、ちょっとその辺の話してみようかなと思います。で、南アフリカどんな植物があるかって言ったら、こういう亀甲竜ですとかね、はい、こういう亀甲竜ですとか、こういうパキポディウムのサウンデルシーですとかね、ちょうど今春なんでね、この辺から芽吹いてきているところで、ちょうどこれから成長するところなんですけれども、これですとかね、こういうハオルチアで、これ玉仙、タマオギってやつなんですけど、こういう、ちょっと変わった形のやつありますよね。それから宝石みたいな形してる、こういうハオルチアですね。こういうのもありますよね。いろんな種類があるんですけれども、独自の進化はやっぱりここも遂げてるみたいなので、いろんな他の土地では見られないような生態の、植物たちいっぱいあるみたいなんで、紹介してみようと思います。はい。で、前にマダガスカルで同じようにね、自生地の話してみようかなってことで作った動画があったんですけども、その時にも同じような話をしていて、東側から風がビュービュー吹いてくるんですよね。で、マダガスカルって大体この辺かな、この辺になるんですけどね、この辺ちょっと海を挟んで、反対海を挟んでちょっと沖の方って感じですかね。ここをこうダーンとこうアフリカですよ、アフリカあって、それの東側のところにマダガスカルがあって、ここも東側からビュービュー風吹くよって話してたんですけどね、同じようにここの南アフリカも東から風吹いてきて、さっきちょっと話したみたいな、ここに真ん中に大地があるんで、大地に風が当たって、そこで雨降らせるっていう感じになるので、東側は結構こう温暖になっていて、雨も、まあ夏に雨も降るしね、気候がいいらしいんですけれども、で、そこから空風気味のところが、吹いてきて、ステップ気候になっているのがこの緑のところで、反対に西側の方に行くと砂漠になっているらしいんですけども、という気候ですね、うん、って感じです。で、こっちの東側の温暖な方なんですけど、どんなのがあるかって言ったら、よいしょ、これサウンデルシーっていう白馬、はい、和名だと白馬城って名前ついてるですけど、このパキポディウムってね、マダガスカルでもいろんな種類あるんですけども、この南アフリカでもね、こういうゴツゴツっとした同じような針がね、トゲが出ている種類ありますよね。この辺が東側の方で育ってるやつで、この辺のステップ気候の真ん中あたりのところだと、もうちょっとこう水に耐えられるような
どうですか。この辺ですね。リトープス。いるか。こんな感じ。こんな感じですかね。リトープスですね。土にもうちょっとだけ顔出して、そこで光をもらって育つっていう、ちょっとねもう宝石みたいに綺麗なんですけどね。地上に出てる部分がすごい少ないっていうやつですよね。今度はちょっと特殊なやつが、真ん中あたりのステップ機構のところに育ってますね。あとここの、ね、赤い字で書いたこれ地中海性気候で、冬に雨が多いんですね。地中海性気候で、この辺だと どんなのがあるかって言ったら、このフィッツムっていうこういうやつですね。こういうのありますね。こういう可愛らしいですよね。あと東側は温暖って書いてあるんですけど、こっち側の海沿いの方も温暖なのでね、この辺だとハオルチア、この辺オプツーサってやつなんですけどね、この辺が、海沿いの方の、ところで自生地となっているみたいです。で、他の土地と全然違う植物が今、消化してきたんですけどね、ここら辺の土地っていうのが赤い土で、オーストラリアなんかも土が赤いんですね。真っ赤な土なんですよね。真っ赤な土なんですけども、ここも赤い土で、なんで赤い土なのかなと思ったら、古い地層が残っていて、土が古いんで、植物にはあまり向いてなかったりする土なんだけども、そんなところでもこう力強く成長していくっていうのが、この辺の植物たちのようです。なので他の植物では育たないような土地なんだけども、この、さっき紹介したみたいな植物っていうのは、その中でも力強く生きているっていうのが、特殊な能力を持ってるんでしょうねっていう感じがしました。はい。で、この東側の方の町でね、ヨハネスブルグって商業の町ありますけど、この辺の気温どうなのかなと思ってちょっと見てみようと思って、これですけども、ヨハネスブルグで東京と今比較してます。グレーが東京ですね。で、まあ当然、東京と南半球と北半球反対なんで、冬が夏、夏が冬なんですけどね。気温にしてみると、東京と真逆になっていて、気温差がちょっと冬の間だと、17度、昼間は17度あっても、夜だと4度にまで下がってしまうよっていう感じですかね。で、冬でも17度があるので、比較的に気温があるのかなっていう気がします。で、続いて降水量の方なんですけれども、1月2月3月あたりですとかね、12月含めて雨ちゃんと降っているところなんで、温暖な気候なんだろうなって思います。で、反対に、冬の間の5月6月7月8月あたり、ものすごい雨が少ないですよね。なので水はもしね、この辺のサウンデル市ですとかね、栽培するんだったらしっかり水は切りましょうっていうことになるのかなって思います。続いてこのステップ気候のあたりのところにね、キンバリーって町があるので、ステップ気候の中ではどんな気温なのかなって見てみるとですね、同じように見てみると、夏の間はまあ30、32度、33度ぐらいまで気温があって、冬の間はまあ18度ぐらいまで気温が下がるっていうことみたいですよね。で、やはり昼と夜の気温の差が結構あるみたいなんで、反対に冬の間でも昼間は結構暖かいっていう感じなのかもしれないですね。冬で、昼間が18度、夜だとまあ3度ぐらいまで下がっちゃうんですけれども、昼間だと18度ぐらいまであって、比較的暖かいのかなっていうふうに思います。で、あとキンバリーの降水量なんですけれども、夏の間はまあ57ミリ、76ミリ、64ミリぐらい。が降ってて、反対に冬の間ってもうほとんど7ミリぐらいしか降らないって、全然降らないっていう感じですよね。で、なのでこのそれに合わせて考えると、こういったリトープスなんかは、夏にちょっと水あげるぐらいだけども、冬の間は全然水あげなくていいよぐらいの感じなのかもしれないですね。日本で栽培する場合ってどうしても湿度高いんで、真夏蒸れちゃうってことがよくあって、夏に水切りましょうなんて書いてあるんですよね。で、それがいいのかどうかってね、ちょっとやってみたりもしてるんですけども、去年の夏結構私もね、これ
あのリトープス何個も夏に枯らしちゃったんですよ。なんでこうなっちゃうのかなって思ってたんですけど、あの夏に完全に水切っちゃうとやっぱりダメなんで、ちょっとぐらいは水あげた方がいいのかななんていうふうに思ってるんですね。そうするとまあ今これもそうなんですけどね、こんな感じでぷくっと、この辺のやつなんかは去年の夏にまあ週2週間に1回ぐらいかな水あげてたと思うんですけれども、休眠してるのかなと思いながら水あげてたんですけど、それでもちゃんと成長してたんで、あの状態としてはね悪くないのかなって思いますね。はい、続いてこの地中海性気候のところにケープタウンって名前聞いたことあると思うんですけど、この都市がありますよね。ここの都市の場合で、育っているのが、このフィッツムですとかね、こういうやつ。このフィッツムですとか、ホプツーサとかね、に代表されるようなこういうハオルチアなんかが、この辺の海沿いのところに育っているので、なのでケープタウンのところの気候を見てみようかなと思うんですけれども、ケープタウンのところで見てみると、まあ、これもなんか、大体、やっぱ、地中海性気候なんで、夏も冬もそんなに温度差がないのかなって感じですよね。安定している気候で、そういうところで育っているのはこのコノフィッツムって感じなのかもしれないですね。で先ほどは、ヨハネスブルクとかキンバリーとかは夏に雨降ってたんですけども、ケープタウンだと反対に冬に雨が降っているということですね。5月、6月、7月、8月、ここ南半球なんで冬なんですけれども、この辺りに雨降ってるんで、ちょっと他のところの大陸とは、他のところの都市とは気候が違うみたいですね。ということが今見えてるのかなって思います。なので、極端に温度差が、ない地中海性気候みたいなところなんで、比較的家の中で育てていったりとかっていうこともありなんでしょうね。あんまり急激な温度差とかはしない方がいいのかなっていう感じがしてます。あとこういうね、これアロエなんですけどね、まあ、アロエもいろんな種類あって、これフヤジョウって種類なんですけど、この辺も南アフリカあたりが原生地。フヤジョウってこれ交配種なんですけど、こんなやつがあったりとかね、まあいろんな特殊な育ち方をしている植物たちが、多い、そういう宝庫なんで、なんか大切にしていきたいなってこれも思いますよね。はい、はい、今日の動画ですね、こういった南アフリカの、話させてもらいました。面白かった、ためになったなと思ったら、いいねボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。そろそろもうね、暖かくなって春になってきたんで、いろんな植物の植え替えですとかね、種まきの話とかまたしていこうと思ってますんで、楽しみよろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。ではまた。